ちょっと無理。今回は信長の野望大使パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は赤池を攻めたら織田家とも戦争になり、なんとか勝利したところまで。織田家を圧倒することができたけど、兵糧の心配と農民が怒りそうなので、こうはせざるを得なかったんだよね。兵糧はな、農兵使っているから仕方ないところもあるよな。農兵に関して優遇されてる教祖壁家でこれだから、うわしがないと農兵は使いづらいんだろうね。助言を受けて後方の農兵を機能させたら、兵糧収入が倍近くになったしな。なので今回の中盤あたりでいらない城の農兵は機能させておいたよ。現在織田家と武田家の戦争は継続中。なぜか九戸さんが織田家に。どういう経路をたどって織田家に仕官したんだろうね。気づいたら上杉家が終焉を迎えそう。武田家に滅ぼされるかと思ったら北条家だったね。西はほぼ終わってるから戦場は東だな。武田家、北条家も視野に入れていかなきゃないかもね。その前に残った浅井家と織田家が先だな。そうだね、そこを滅ぼしてからだね。どっちが先に落ちるかな。沢田城が先に落ちそうだね。南部家が集結かけてる。どうやら北条家と戦争を始めたようだね。はいはい、お金あげるから金くれー。兵力差的に2倍近いけど、南部家に勝算あるのかな。上杉家滅んだー。これで南部家、北条家、武田家、織田家、浅井家、島津家しか残っていないね。まだ戦ってるのか。もう降はしたかと思っていたよ。ババタミブもっと頑張れよ。武田家が織田家に勝ったのを見てないような。反米は刈谷城を攻略して解散したな。土佐を独占して大将喧嘩させた。島津家とかなり仲が悪くなってしまったから、もう少し早い段階でやっておくべきだったと反省しているよ。そろそろ浅井家攻めの季節だな。前回久秀が調略を仕掛けていたから、何人か調略できるようになってたわず。これだな。仕掛けていたんだけど、何するか調べてないのと忙しくて放置してたんだよね。助言いただいた方ありがとうございます。ということで官僚へを調略。説得しつつ成功率を上げていく感じか。ここですぐ本題に入ると、お金での成功率は 44% なんだね。今ので 74% に上がった。さも終わりな。94%。さも終わりな。お金で 100% になった。上司確約は面倒だし、家宝ももったいないのでお金だね。上司確約とか忘れそうだもんな。6ヶ月以内か。もう始めるつもりだし問題ないね。あと2人いるので、江口くんを協約して、さらにうちを裏切った久道も協約。準備が整ったので浅井家に宣戦布告。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。まあ織田家はそうだよな。助立ちいたす。まずは清水山城と小谷城を狙っていくよ。後瀬山城に光秀勢を集結させよう。近畿勢を率いるのがお仕事になりつつある明けっちゃんだな。もう少し戦果を上げてほしいところだけどね。悪口言ってると本能寺で撃たれるぞ。それは完全だね。
続いて北陸勢を率いる元知。前回織田家の城を何個か取ったから北陸勢も強化されているんだよね。北陸勢だけで結構な数集められてるしな。出陣しよう。浅井家も集結かけてきたな。兵数は織田家から援軍得ているから多いね。必ずや果たす。地味に効くんだよな。上限無視してくるからね。こちらも忘れてしよう。志果たさずして勝は終えられぬな。どっちかで誘い出して撃破かな。この志、そうだね、上限が高いところにおびき寄せたいところだね。清水山城の助言が高い。なんとか攻め入れればなんとかなりそうだけど。待機せよ。柴田勢は動かず楽勝の模様。勝たねば生きる道はなし。これで清水山城は攻略できるね。と思ったら無欠手段は選ばぬ。城兵が少ないところは狙いどころだね。元知が牽制で沢山城目指してるけど、明智勢にも同じく向かってもらうよ。小谷城は上限が低すぎるんだよな。必ずや果たす。手を打とう。ここあたりで決戦はしたくないね。ここなら勢いが勝つか。元知なら何とかしてくれるわず。誇りにかけて。どうやら狭い戦場のおかげで兵数の損失も少なく済んでいるようだね。これで城を落とすだけに簡単なお仕事になった。出陣しよう。同時工場を仕掛けていこう。でもそろそろあの人が動きそうな予感。来そうだよね。また迎撃してきた。誇りにかけて。戦場攻めるのが無理だったと思う。変わらず忘れる工場移民。条約した武将がいるようだね。どうやるんだろ。どこでどうやるんだ。ここが選択できるのかな。いたいた、観音へ。これで来るは攻略か。いっぱい寝返り武将がいたら無欠会場も目指せるかもね。そんなにいっぱい寝返り武将いたら嫌だ。明智ちゃんが沢山城攻城戦開始。こちらには寝返り武将いない。江口くん発見。クルは突破。と言ってもまだまだ備えがあるからこのまま包囲かな。強行で45日なら強行すべき。使いの者が来たよ。ここで和平なんてしてあげない。我が野望、何人たりとも止められぬ。これは嫌な予感。また管理か。もらえるものはもらっておくよ。なんか織田家が小谷城に攻めてきてる。援軍かな。元知が織田城攻略に。負けられぬのでな。これで元知は騎乗。手段は選ばぬ。勝つためならな。これで浅井家を滅ぼしたね。また有能な武将獲得だ。お市様強すぎない。東道高虎より優秀とか。ちゃちゃもいるけど13歳であの能力はやばい。戦場での能力三成より上なんだけど。女性武将ばかりでもなんとかなりそうな世界線だな。三国志の女性武将とは大違いだね。
大証券できた。来るかと思ったら怖くて平和だね。っていうと来るんだよな。ほんと。言わなきゃよかったよ。助立ちいたす。敵が我が領内に向かっております。沢山城を狙ってるな。ならこちらも動員をかけていこう。まずは前回の心残り洲本城を。上限低いから攻めづらいんだよな。久秀に四国勢を率いて頑張ってもらう。城下じゃなく近くで野戦撃破を目指したいところだね。次は明けっちゃんの伊勢進行。陽動も込みだから動きが面倒になりそうな軍団だよ。次は元春。織田家にこちらの城を攻めさせず防衛に回らせる作戦で行くよ。守るのは将に合わないからな。元根勢は北陸勢率いて飛騨制圧を目指してもらうよ。できればそのまま終わり侵入だな。やってほしいけど、いけるかな。最後は将雲勢。隣接するすべては城家の攻勢、どうなるかだね。両家とも集結中。織田家は安土城に集まってどこに行くかだね。北でも集結してるし。どこが最初に激突するだろうね。織田家の池田勢は長野城救援に動いた。と思ったら元チートのブナーガ様の直接対決。元中華最強。直接対決に勝てたのは嬉しいね。勝山城も残し会場してるしさみたい。武将は受け入れてあげる。次は気運城だね。手を打とう。飛騨をどんどん制圧だ。進むな。この2城も攻略しておきたいね。上限が低すぎる。常家ならなんとかしてくれるかな。まあ、金元で行ってこい。今度は久秀。今の超速で手に勝てるわけがない。これで洲本城攻略できるね。それが乱世の制度よ。気持ち悪さをやっと解消できる。進め。元春なら大丈夫でしょう。全然ダメだった。あの不破さんの平地って何。ひどい負け戦だな。なんとか立て直していきたいところだね。明けっちゃんが桐山御所の攻城戦を開始したけど、皆の者、元中華勝ち抜きを挙げよう。一人順調だね。かたじけない。次はどこ。流れ的に松倉城だね。手を打とう。どうせ救援来ないだろうしな。出陣しよう。織田家は再集結して桐山御所救援に動いてるな。ここあたり上限が低いから野戦はしたくないんだよね。切れてたので忘れずに再起を。志果たさずして将は終えられぬな。どこも低いな。きちんと準建所建ててるな。こちらの準建所はまだレベルが低くてあまり効果が出てないよ。我に続け。明けちゃんは一時交代。今度は長野城に向かったし。行くぞ。将雲勢も引かせよう。どこも上限低いからな。後に続け。行くぞ。後に続け。伊勢あたりで孫ついてる間に能登進行部隊が決戦開始。大敗北。どうすればこんな結果に。戦場狭かったんだろうな。冬姫勢が機敏に動くな。どこかで誰かがおとりになるしかないかな。手を打ちましょう。別な集結かけてる。兵数は少ないから問題ないかな。地味に元中が飛騨勢を受けよう。いぶし銀的な活躍をしているね。手を打とう。まあ北陸から飛騨方面はなかなかなさそうだしな。
次の攻略は一気に終わりで落ちるよ。郡上八幡は上限が低いからな。冬姫勢が安土城に向かったな。安土城は上限が高いから勝運に頑張ってもいいかな。前進せよ。あかりごとなき者よ。滅びるがよ。ようやく四国周辺の農兵を機能させられるね。片付けな。兵糧収入増加は急務。手を。久しで勢にはそのまま東を目指してもらうよ。せめては一つでも多い方がいい。安土城は相変わらず硬い。将軍勢にゆるりと囲んでもらうしかないね。何？こういうのあるんだ。淡路島取ってないせいで統一してなかった判定か。これで終わりじゃねえ。目指すは天下だからね。冬姫勢が戻ってきた。と思ったら北上した。何がどうなってるんだか。あ、安土城に向かってた。高虎勢は一時停止だね。未だに伊勢の城を一つも攻略できてないけど、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。